時刻は開店3分前。だいぶ早めの整理券取れました。取れました。結構早めに着いたかなと思ったけど、うん、朝に狙ってたんだ。やっぱり高設定。そう、とんでもなく人が集まって、めちゃくちゃ時間がね近づきにつれてめちゃくちゃ人が集まってきて、高設定に座れ、うん、逆にそうだ、ね、ずっと打たれたらあれやから。いよいよオープンの時。でも難しい、普通には分かる。わしらでもあれ、2人が勝負に選んだのは、よし、前日同様北斗と吉宗。よし。そして実はこのミリオンゴッド、前回のロケではレートの上限は8倍までだったのだが、この夏から最高10倍というスロッターが身震いするほどの高レートが打てるようになっていた。そうなんだ。そんな中チャンピオンズが選んだレートは、僕は4倍。4倍で、はい、それもすごいよ。レートは、10で、うわ、10倍で。大ちゃんは1枚120円のレートを、すごい。そして一撃がでかい吉宗を打つ大関はマックスレートの1枚300円で勝負に出る。微妙だったらとかって思ったりもね。これ少な、10倍で少な、3ぐらい少ね。ありがとうございます。そして大ちゃんも6万円分、2人合わせて18万円分をメダルに交換。行きましょう、時間も時間なんで。よっしゃ、ある。2人で18、チーム戦、チーム戦。想定外の事態から始まった2日目。大ちゃんも10倍。しかし空いた時間で得を積んだ2人は夢の高設定台で大当たり連発を目指す。だが、いやー、なんか暑いのも来てねえんだよな。あれ、なるほどね、結構人入ってるな。12万円分すが消える。大移動できないんだ。20分で12万、早ー。まあまあ、やばい。何も起こらないまま投資額は開始1時間半で42万円に。やばい、1時間半で。さらに、待って待って、高レートの重圧もあり、目押しのミスを連発する大ちゃん。チェリーチェリーチェリー。この状況を打破すべく、ある人物に電話をかけた。おはようございます。生きてる、本当に生きてます、ギリギリ。電話の主はスロットのイロハを教えてくれた岡野陽一。頼れる先輩に今の状況を相談すると、怖いと思ってる人を目押しするの。あ、思ってます。なんか見てる人が、見てる人がどう思うかとか気にしちゃうでしょ。あ、はい、もうどうでもいいんだから。あ、はい、まあな、そうか、自腹やもんね。ちょっと強気で言った方がいいよ、その。あ、1連チャン起こすればそれで終わりだから。あ、なるほど。こんな電話してる暇あったら1回転で文句回した方がいいよ。いや、わかりました、すいません。でもちょっと岡野さんにちょっと落ち込んでたんで、ちょっと力もらいました。岡野の助言を受け急いで台へ戻る大ちゃん。回した方がいいかな。すると、これで変わったらすごい。待って、当たった、でかい。10倍、10倍っす、やばい。この日初の大当たりでビッグボーナスを引き当て、300円メダル711枚獲得。うわ、すごすぎるわ。これでじゃあビール、こっから楽しんで、お願いします。楽しんで勝ちます。よーし、氷楽しめる。ベトナム氷が入ってるよ。重苦しい雰囲気が一変、逆転勝利を誓う乾杯で弾みをつける。楽しもう、リラックスして楽しもう。バギーワンかな。いいよ、大ちゃんいい顔して。じゃあ行きましょう。しかし、あの男に黄金鏡の壁が。いや、大ちゃんやばいな、やばすぎる。大ちゃん、どうした。実は大ちゃん、プレー開始から3時間半で未だ当たりなし。870回、はい、日本なら決して珍しくないこのハマリも、1枚120円の高レートとなると、そのダメージは計り知れない。大ちゃんの今の給料で、なんかちょっとメンタルに来てるっぽく見えるのは、これはね、来ますよ、うん、怖いですよね、こうなってくると。
なんか半分減るまではまだあるって思ってやるんですけどね。ちょっと明るくやろうと思ってるんですけど、さすがにちょっとしんどいっすわ。しかも自分の力じゃなんかどうにもできない感じがしてて、なんかこんな大ちゃんさん初めて。顔変わってる。どうしようマジで。なんかあれ大ちゃんじゃないやん。なんか嫌になってきたやろな、なんでこんなことしてるんやろみたいな。なんか怖い顔になってる。やっぱニュースで。タバコ吸ってますもんね。え？タバコ吸わないって言ってんの。え？大ちゃん。ショックです。大ちゃん。大ちゃんはちゃんとグレていってるやん。あ、そっち行かないで。大ちゃん帰ってきて。ダークサイドに落ちていった。あ、追い詰められてる。笑顔の素敵な大ちゃんが好き。追い詰められるで、最初でこんだけのえぐいのいかったら。でカメラあるの分かってるんですけど、なんかもうどうでもよくなっちゃったんですよ。なんかもう。なんかもう本当にどうでもよくて。そして頼みの綱のこの男。大先。大先出せもうこうなったら。とりあえず711枚当てた分はもうなくなって、ズボンと全部吸ったんで追加します。2連チャンね。2連チャンしたら。しかしその追加投資もあっという間に飲み込まれ、4時間で62万円が溶けた。やばくない？おもろ。空気悪い。なんか太ってる。当たらなすぎて太ってる。あ、気持ち悪い。気持ち悪い。分かる分かる。吐きそうになるよな。ほんまに。こんだけの現実な。気持ち悪い。やってる時はな。やばいやばい。別に飲みすぎてもないのに。気持ち悪い。一回外行こう。わしもよう吐いたわ。チャンスの時間。プールで見られるのはアベマだけらしいな。プレミア会員なら今まで安心してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね。見られたくないけどね。この動画の続きはここをクリック。